皆さんおはようございます。トロントからバンクーバーに移動して約2ヶ月が経過したゆいぴーです。今日はコロナ禍では保留する学生の1日の様子をシェアさせていただきます。朝7時半、何回目のスヌーズかわからないアラームでどうにか目覚め、携帯で時間を確認すると予期せぬ時間で飛び起きます。朝ごはんを食べる時間もないのでプロテインを振りながら自宅を整え、7時45分頃に学校へ行くため家を飛び出ます。全力で走ってバス停に向かうも、目の前で通り過ぎるバスを見送ってからはゆっくり歩いてバス停へ向かいます。バンクーバーは湿度が低くカラッと晴れているので全力で走ってもあまり汗をかかずに済みます。バスを降りてスカイトレインに乗り換え、授業開始ギリギリの時間に学校に到着します。カナダではワーキングホリデービザで最長6ヶ月まで学校に通うことができるので、英語力の向上はもちろん友達作りも兼ねて4ヶ月学校に通っています。学校がある日はかなり慌ただしい朝ですが、学校に行かなければ朝早く起きることも少ないので規則正しい生活を送るためにも学校に通っていてよかったなと感じます。英語力に自信がある方や海外生活に慣れている方は語学学校へ通う必要はないかもしれませんが、同じように勉強する友達ができるという点では1ヶ月から3ヶ月くらいなら通う価値があると思います。私は友達作りはもちろん英語力に自信がなかったので4ヶ月通いました。実際に同世代の多国籍な友達ができましたし、周りも同じぐらいの英語力なので話しやすくて楽しいです。現在語学学校では新型コロナウイルスの影響を受け、教室に入れる人数が各教室ごとに決められています。またキャンパスに入る前に症状チェックのオンラインフォームを提出し、検温消毒を済ませてからキャンパスに入ります。以前はクラス内の日本人比率は 15% 前後と言われていましたが、現在私のクラスでは12人中8人が日本人です。学校内ではイングリッシュオンリーポリシーが徹底されており、全員が英語を話すことが必須となっているので日本語が聞こえてくることはありません。他のクラスメイトは韓国やフランス、コロンビア出身の学生で、英語だけでなく彼らの国についても知れるところが語学学校のいいところだと感じています。語学学校では18歳から25歳の学生が多く、大学休学中の学生や卒業してすぐの人、高校と大学の間のギャップイヤーを使ってカナダで勉強している学生もいます。これまで完全にオンライン授業でしたが、バンクーバーキャンパスでは5月に対面授業が再開され、以前よりも楽しく学校生活が送れています。オンラインよりも対面授業の方が授業が楽しいのはもちろんですが、お昼ご飯を一緒に食べたり放課後に遊びに行ったりと、やっと本来の留学生活を思い出してきました。朝8時半から12時15分までの授業を終え、友達と広場でお昼ご飯を食べた後はインターンをしたりアルバイトをしたりしています。アルバイトはコロナ禍でも営業が可能なフードトラックで接客をしています。フードトラックで働くのは初めてなのですが、いろいろなお客さんが来るので普通のレストランで働いていた時よりも人間観察を楽しんでいます。特に人通りの多いところで開店しているので、いろいろなお客さんを見かけます。例えばカウンターでミニスケボーをする少年や、毎日来てくれるおばあちゃん、美味しかったからといって全く知らない人に買ってあげるおじさんなど、これぞカナダというカナダ人の全体像をトラックから覗いている気分です。コロナ禍での仕事探しということもあり、レジュメを送っても返事が来ることは少なく、5月下旬までは店内飲食が禁止されていたのでキッチンの募集もなく、ビザの期限が残り少ないということも相まって仕事探しはかなり難航しました。求人サイトで募集している会社へ20件以上のレジュメを送り続け、ようやく今の場所で仕事が決まりました。バンクーバーのある BC 州は2021年6月1日から最低時給が 15.2 ドル、約1300円となり、現地の生活費はある程度稼ぐことができます。現在の生活費はシェアハウスの家賃が月450ドル、食費が約250ドル、交通費が約100ドル、交際費が約200ドル前後で、月1000ドル、9万円前後で生活ができています。よくワーキングホリデーで留学する際は最低限の貯金で来ても大丈夫という話を聞きますが、私は貯金はあればあるほど良いと思います。
確かに現地で生活費を稼ぐこともできますが、特にコロナ禍では急に仕事がなくなることがあるかもしれないし、次の仕事を見つけるのにも時間がかかるからです。仕事を終えて帰宅した後は友達とテニスをしたり、スケボーを練習したり、ご飯を食べに行ったりしています。カナダの夏は日が長く、今は夜10時頃まで明るいので、夜7時まで働くとしても仕事後にスポーツや夜ご飯を十分に楽しむことができます。暗くなってからは家でハウスメイトとご飯を食べたり宿題をしたりしています。最近ルームメイトの影響でギターを始め、ハマってしまってからは1日2時間ほど弾いてしまっています。またルームメイトがカレッジ生なので、たまに宿題を手伝ってもらっているのは内緒です。現在のシェアハウスはカナダで6軒目で、ホームステイからシェアハウスへの引っ越し、バンクーバーへ移動した際に次のシェアハウスを見つけるまでの短期滞在、シェアハウスへの不満等からトロントで3軒、バンクーバーで3軒のシェアハウスに滞在しました。長く滞在した方がハウスメイトと仲良くなったり住み慣れたりしてきますが、いくつかの場所に滞在してみるのも貴重な経験だと思います。たくさんの友達ができるし、現地のいろいろな滞在方法を体験できるからです。たまにホームステイやシェアハウスへの愚痴を漏らしたり、クレームを入れたりする留学生もいますが、自分に合わなければ自分が動けばいいと思います。引っ越しが多いとその分手間もかかりますが、自分で環境を作っていくことも留学生の使命だと思っています。私自身5回も引っ越しを重ねると、荷物はリュック2つだけになりましたが、経験値も友達も来た時の何十倍にもなりました。休みの日は自然が多いノースバンクーバーへ行ってハイキングを楽しんだり、テニスをしたり、公園でのんびり過ごしたり、カナダでお金のかからない最高の休日の過ごし方を学びました。太陽の下でアイスチョコレートを飲むことがこんなに幸せだなんて、1年前には忘れていた感情でした。このようにカナダ生活を楽しんでいる私ですが、深く考えることもたまにあります。例えばコロナ禍で留学に行くなんて非常識だという言葉を受けることも時々ありますし、その言葉に傷つく留学生も何人か見てきました。いろんな意見があるとは思いますが、コロナ禍で留学に来るほとんどの人がそのことについて考えてきていますし、多くの人に言われてきているはずなので、周りの人も安心できるようしっかり準備を進めていけば、充実した留学生活を送ることができると思います。また大学3回生の秋からの休学なので、就活についての心配も日々募ります。日本にいる友達からの就活事情を聞くと、何もしていない自分に焦るし、遅れを取ることへの不安もあります。しかし悩んでも就活が進むことはないので、もう今は自分だけができる最高の経験をしようと割り切って日々努力しています。人から聞いて面白い人生は自分が生きていても絶対楽しいはず、予期せぬことが起こっても辛い生活だったとしても、おもろい人生になればいいんじゃないかなと思います。現在留学に行くか迷っている人や、留学先で悩んでいる人もいるかと思いますが、ぜひ一緒に留学生活を楽しみましょう。